今回のご紹介なんですけれども、オッドキャストさんの方から依頼をいただきまして、こちらの U2 Air Pro、 こちらのご紹介を今日はいたします。今回はこちらの30系のアルファードの純正のディスプレイオーディオ、これは有線のカープレイタイプのものになっております。現在車の市場の中心はまだまだ中古車が盛んになっているということで、それに伴ってカープレイ、それからアンドロイドオートをワイヤレス化するという需要というのがまだまだあるということで、今回はこのワイヤレスアダプターについてのご紹介をしていきたいと思います。で、まず筐体の方なんですが、非常にコンパクトな筐体となっておりまして、私のこの手のひらサイズに収まるぐらいの大きさになってますんで、今まで紹介してきた AI ボックスいくつかありますが、それよりも一回りぐらいちっちゃいサイズのものになっております。非常にコンパクトに作られております。で、ついているものも非常にコンパクトでして、こちらがリセットボタンがついておりまして、こちらに USB の Type-C のポートがついているだけという非常にシンプルなものになっております。で、電源を供給するとここのところが光るようになりますので、こちらは後ほどご紹介をさせていただきます。で、まずなんですけれども、従来どういった困りごとがあるのかと、その困りごとに対してこの U2 Air がどういった役割を果たしてくれるのかということなんですけども、そこをまずご紹介をしていく必要があるかと思います。まずは従来どういった状態で接続するのかというところをお見せしていこうと思います。まあ、従来のディスプレイオーディオの一例として、こちらの30Rfardのユニットを使っているわけなんですけれども、まあ、有線でこのような形でつなげる必要というのがありました。で、このケーブル自体まずつないでみたいと思います。はい、このように今携帯に有線をつなげました。そうするとこのようにすぐにカープレイが今切り替わったんですけれども、特に有線でも問題ないじゃないかということで思われる方もすごく多いと思います。車にこのケーブル自体をそのまま備え付けておけば、あとは車に乗るときにこのライトニングケーブルを抜き差しすれば全く問題なくこのように使うということが可能なわけなんですけれども、よく経験されている方も多いと思うんですが、このライトニングのケーブル、これも100円のケーブルなんですけれども、これたまたま非常に精度がまだいいケーブルになってるんですが、もうこういうケーブル、100円のケーブル、またはたまたま今こちらにアンカーのケーブルがあったんで、これをちょっと使ってみようと思うんですけれども、つなげます。はい、このようにこれアンカーのケーブル2000円近くするケーブルなんですけど、このように認識しません。まあ、要するに何が言いたいかと言いますと、この長いことケーブルを使ってると、いつかこの接触不良っていうのが起きてしまって、カープレイが認識しないということが出てくる。あ、今つながりましたけれども、まあ、つながったりつながらなかったり、今はほらこういう感じでカープレイが切れたわけなんですけど、ここのライトニングのこの接触によってカープレイがつながったりつながらなかったりっていうことが今まで有線の場合でしたらあったと、まあ、いうことになります。で、またそもそもこのケーブル自体を車内に備え付けておかなければならないということもあって、ケーブルを忘れてしまってカープレイが使えなくなったという経験をされた方もいらっしゃると思うんですけれども、こういったことを 100% 抑えてくれるということで、このカープレイ、Android Auto のワイヤレスアダプターというものが非常に普及しているということになります。じゃあ実際この U2 Air 使ってみたいと思うんですけれども、まあ、こちらが先ほどの筐体になります。で、こちらが付属の USB-C それから A のケーブルです。で、それをこのように
先ほどの携帯と同じような形でつなげます。そうするとこのように最初赤い LED が点灯します。で、青に変わります。そうしますとこのようにホーム画面がすぐに今出てきたわけなんですけれども、はい。もうすぐにパッとつながったのがお分かりいただけたかと思うんですけれども、もう基本的にはこれ有線でも無線でも作動というのが大きく変わらないと、まあ、いうことになります。あとはこの配線自体もそのまま差しっぱなしの状態なので、特に先ほどのようにライトニングのケーブルみたいに携帯を抜き差しするようなこともないので、接触不良を起こすということもほとんどなくなると、まあ、いうことになります。で、また、車乗り降りした際もそうなんですけれども、この配線の抜き差しをするということがなくなるわけなので、配線自体の不良、接触不良等でカープレイが使えなくなるということがなくなると、まあ、いうことになります。それではまず、携帯の方の設定をご紹介していきたいと思います。今もすでにワイヤレスアダプターの方はセットしてあって、このディスプレイオーディオとつながっています。ディスプレイオーディオとつながっていると、このホーム画面がこのような形で表示されます。で、この状態から設定を行っていくんですけれども、まず Wi-Fi の方をオンにします。まあ、そうしますと今ここもうすでにつながってるんですけど、OT-6919 という回線、こちらの方ですね。まずつなげます。で、次なんですけども、Bluetooth の方、ここもオンにします。で、こちらも同じ名前で、OT-6919 というところがありますので、ここを、で、ここのところやっても繋がらないという場合は、このカープレイという欄があるので、ここのところをオンオフします。そうしますと、ここ今、接続済みということで出ました。あとは、ここを押していただくと。はい。そうしますと、もうすでにカープレイに繋がっているという状況になりますので、あとはもう何も触らずとも、そのままユニットをオン、オフするだけで、カープレイ、それからアンドロイドオートがワイヤレスで使えてしまうと、まあ、いうことになりますので、初期の設定はもう一回きりと、まあ、いうことになります。では次なんですけれども、このワイヤレスカープレイを使うことで、有線よりも使い勝手が悪くならないのかどうかっていうところですね。有線はパッと繋いだらパッと立ち上がってくれる。状態のいい有線のケーブルとの比較で作動の違いというのはないのかというのを見ていきたいと思います。一応電源の方を切りました。で、この状態からエンジンがかかったとします。電源を入れます。はい。ナビが立ち上がった瞬間にカープレイがつながり、ここを押せばもうカープレイがすぐに使えるという状況です。で、起動速度に関しては、このディスプレイオーディオの起動する時間が非常にかかっているという印象です。で、このディスプレイオーディオ自体がもう立ち上がってしまえば、あとはこちらのオッドキャストの方がすぐに立ち上がって、カープレイというボタンがさっき出てきたと思うんですけれども、そこを押してあげれば、ここです。すぐに立ち上がることが可能になると。まあ、いうことで、すぐに使うことができるということになります。じゃあもう一度今度有線でやった場合どうなるかっていうのを比較の観点でやってみたいと思います。同じように電源を切ります。で、こちらライトニングのケーブルを携帯に挿します。まあ、まずはエンジンかけてから携帯に挿すっていうのが、まあ、通常かとは思うんですけれども、携帯に挿してからエンジンをかけて同じ土俵で比較してみようと思います。このローディングっていうこの起動する時間ですね。この当時の30のアルファードのディスプレイオーディオはちょっとここに少し時間がかかっているかなという気がします。はい。それが終わって今度スターティングですね。で、やっとトヨタのマークが出てくると。
はい。で、まだこの状態では繋がっていないということになります。あと、カープレイが繋がるようになり、で、ここで開くということなので、まあ、基本的にそんなに大きく差はないかなとは思います。やはり一番大きなところで言うと、この、携帯、ライトニングケーブル自体を携帯にこの抜き差しをするということですね。それによって、ここの端子が接触不良を起こすようになってきて、繋がったり繋がらなかったりっていうことになって、カープレイが使えなくなってしまうというのが、有線の一番の弱点であると、まあ、いうことです。それを回避してくれるのが、こちらのワイヤレスカープレイアダプターと、まあ、いうことになります。最後に、こちら、ポーダブルオーディオ。これカープライドの製品になるんですけれども、こういったワイヤレスアダプター使えますので、このポーダブルオーディオを使って起動速度を今度見ていきたいと思います。で、こちらも、さっきと同じようにすぐ刺します。そうしますと赤い LED ランプが点灯します。で、ホーム画面が表示されて青くランプが点滅します。はい、もうすぐにカープレイがつながるといった塩梅で非常に使いやすい。で、先ほどと同じ要領で今度は一度電源を切ってもう一度立ち上げてみたいと思います。はい、一応電源切りました。で、エンジンかけたという前提で電源を立ち上げます。はい。ホーム画面に今切り替わりまして、青い LED ランプが点滅します。はい、もう何も設定する必要もなく、そのまま繋がってくれると、まあ、いうことで、非常に使いやすい、この U2 Air Pro ということで、こちらの方はネットを見たりとかではなくて、CarPlay、Android と、こういったマップを使ったりとか、あとは、Amazon Music を聞いたりとか、まあ、あと検索なんかももちろん音声認識もしてくれますので基本的にこういったものしか使わないと、まあ、いう方にとっては非常に優れたガジェットということでこういったライトニングのケーブルの接触不良に悩まされることなく常に安定した状態でカープレイ、Android Auto が使えるガジェットということになりますので、まあ、ぜひこちらの方、興味のある方は概要欄にリンクの方を貼っておりますので、そちらの方を一度ご確認していただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。